佐藤誠の熱血まこチャンネル今日は滑舌編についてお伝えしたいと思います。まあ、人前でものをしゃべったりプレゼンしたりあるいは俳優さん,なんかもそうですけども滑舌っていうのは一番重要なんですね。で劇団四季の人たちもリハーサル前には必ず滑舌やりますね。で日本語っていうのはあの5つですね母音が。母音が5つなんでこの5つの母音をきれいに。 すすればいいいっていうことですね「あ・い・う・え・お・あ・お」最初に言っときますけど声出してやんないと絶対上達しないですから一人だけの部屋でね恥ずかしいことはないですからそれ一生懸命声出してください。「あ・い・う・え・お・あ・お」「たたたたたたたっていう感じ、えー、でやってください。 これ一つのアクセントの形なんでね。あ、い、う、え、お、あ、お。ここに G 出しますからね。それ参考にしてください。それで、毎日滑舌を一生懸命やってください。あ行から始めましょう。あごのあわたのあとあにたり、あの子の兄も姉もあの子も。 青はよよりりれて愛より青し「うすか次はうですねういぞつらいぞつとめの習いで上野から魚がしまで夜明け前に収録」。 絵を描かない絵描き。こんなのいるわけないよね。はい。おあやや、母親におあやまりなさい。おあやまりっていうところね。はい。カミの傘やが、神屋に傘借りて、カモの帰りに返すからかさ。 くくり、みきくくり、あわせてきくくり、むきくくり。かきくと音はけちょっとえげつなく出した方がいいですね。くるめのくぐり度はくりの木のくぐり度。くぐりつけりゃくぐりいいが、くぐりつけなきゃくぐりにくいくぐり度だ。 もう一回いきますか久留米のくぐり戸は栗の木のくぐり戸くぐりつけりゃくぐりいいがくぐりつけなきゃくぐりにくいくぐり戸だはいかもこめかみゃこがもこごめかむこがもこめかみゃかもこめかむこごめの生紙こんこごめのこなまがみうん難しい かも、こめ、かみゃ、こがも、こごめ、かむ。こがも、こめ、かみゃ、かも、こめ、かむ。こごめの生紙、こんこごめのこなま紙。うーん、挫折しそうかな。次はね、くお音っていうので、これはガギグゲ語が、ガギグゲ語になるという。鼻にかかるっていうことですね、微濁音。はい。 じゃあいきましょうか長野の佐賀さん身軽にカゴで上下したが怪我もなかった。「長野のここビダコンに「佐賀さん」「みが」ねビダコンしてるっていうことですね。 面が機嫌が悪くゲーゲー吐いた途中にそうになったねこれね美濁音っていうのはしないのは結構最近多いですサザンオールスターズの車庫の海岸物語海岸でっていう歌っているあれは本当は海岸があって濁らないといけないんだけどもう強烈にインパクトを与えるために海岸でって言ってるわけですね 次は作業ですけどね、作業は案外出にくい人多いです。佐賀の佐々木三郎さんと佐山の佐々佐吉さんが去る日去る酒場で皿のサバを魚に酒を差しつ刺されつしていたと去る人が囁いた。 頑張ってください。ザーですね。ザチズセゾ。図の名跡でズバリと図星を刺す。梨の芯とナスの芯は、ナスの芯と梨の芯だけ違い。ナスの芯と梨の芯は、梨の芯とナスの,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 の芯だけ違う。 大変達者な旅屋さん太鼓の代わりにタライをタンタン叩いて短歌を切った隣のちゃがまはカラカネちゃがまだがうちのかごめんなさい <laughs> 隣のちゃがまはカラカネちゃがまだがうちのちゃがまもカラカネちゃが まあ現役引退してね十何年も経ってるからねと知るんだね隣の茶釜はからかね茶釜だがうちの茶釜もからかね茶釜なせばなりなさねばならず何事もならぬは人のなさぬなりけり生米生麦生卵 殿様の長ばかま、若殿様の小長ばかま。端の橋の橋線で橋が折れたが、浜鍋八杯食ったら、やっと腹八分目になった。まあまあ丸くまとまり、まずまず結構。 青巻紙赤巻紙黄巻紙黄巻紙赤巻紙青巻紙万能薬は板金に値す湯屋の湯釜の湯船もゆっくり湯するとゆず湯湯がゆったりゆらゆら揺れる。 アンリヌネ・ルロルマンの流動者の群れは語呂が悪いので、アンリヌネ・ルロルマンの落語者の群れと言い改めねばならない。お客が書きむきゃ、飛脚が書きくう。飛脚が書きむきゃ、お客が書きくう。お客も飛脚もよく書きくう客飛脚じゃ。 万事不如意で外面にょぼ内面にょや者とはいかず乳梅のような女房の顔病気には伝染病予防予病予防も大事だが特に法定伝染病法を順法すること。 次は、ね、母音の無性化っていうのですねこれはね例えば美しい景色の中で「美しい」「美しい」ねあの「い」が残らないのね「美しい」ね比較価格」「き」「い」が残る企画価格母音の無性化 美しい景色の中で気の合った人たちと、何やったっけごめんなさい。美しい景色の中で気の合った人たちと、えー、これ忘れちゃったな。企画価格と駆け引き価格の違いも知らず、これ忘れちゃったな。あ、こんなところです,ですかね。はい。えー 企画価格と駆け引き価格の違いも知らず、飽きない一筋、ビシビシ突き進む彼には感心する。まあ、老人だから時々思い出すんだよね。まあこんなところで滑舌は終了ですね。これをね、一生懸命、毎日やってください。